ゆうちゃん髪切った。そうなんですよ。いいね、似合うね。リーダー、リーダー、なんだよ、またスネ夫におもちゃ自慢されたよ。俺ドラえもんか、お前は。なんだよその入りは。なんなんだよ今日は。なんか新しいおもちゃください。おもちゃください。ドラえもんの持ってそのおもちゃ。ドラえもんのおもちゃじゃ、道具だろ。あ、道具、はい。お前ドラえもんの道具って言ったってな、はい、どこでもドアにまで竹ゴムだなんか無理だろ。作れないだろ。タイムマシン、タイムマシン無理だよ、はい。あ、でも一つ作れそうなのがあると。よし、今日はそれを作ってみるか。お願いします。リーダー、何作ってくれるんですか。これだ、ペットボトル。違う、これは材料だよ。材料、はい。今日はな、はい、空気砲を作るぞ。おお、空気砲。簡単だから、あのこの見てるニンダー、ちびっこのニンダーもぜひお母さんと一緒に作ってほしいな。そうですね、一緒に作ってみてください。まずは、はい、みんなある？ペットボトル。あります。まずは、ペットボトルを切ります。はい。ね、お尻の方で。はい。これはね、ハサミとかカッターでね、切った方がいいと。お家の人と一緒にね、やってください。はい、手を切らないようにお気をつけください。はい、切りました。これね、切れるんでね、よくね、手がね、切り口がね、はい、危ないので。そしてですね、この風船です。はい、風船を3分の1切ります。3分の1、はい、はい。そしてですね、これを風船を広げます。広げてかぶせます。はい、ちょっと、はあ、もうちょっと切ります。ちょっとね、広くないと、広くないとね、これダメだ、大きすぎて。あの普通は500でいいんです。ちょっとリーダー、ちょっと見張ってこれ。かぶせます。はい、ダメです。これダメだ、ダメですね、ダメだ。あのこれで失敗しました。こっち行くね、はい、大きいのはちょっとね、難しかったみたいです。ちょっと小さいのを切ります。すいません。です。見え張って大きいのはダメです。やっぱりですね、標準だったら500。はい、これで切ります。はい、そしてこれをですね、寄せます。おー、いったかな、いった。あっ、ペットボトルが、ペットボトルがですね、これあんまり柔らかいんで、これもダメです。ペットボトル柔らかいのもダメです、ね、ダメです、はい、これあのダメな例です、はい、ダメな例をやってます、これは、はい、誰が簡単に作れるんだよ、お前。やっぱりこのしっかりしたこれですね、ちゃんとね、はい、簡単にね、はい、これ出してくれ。これ全然ダメだけど大丈夫かな、これどうしよう、ちょっと押さえてみましょうか。硬いから、ペットボトルが硬いから。お、いきました、いきました。これどうする、失敗したら、これ、これもうないよ、もうないですか、もう終わりですか、もう終わりです、今日はペットボトルないですか。ペットボトルもうないです。また自販機行って飲んできます。自販機行って飲むしかないです。非常に簡単にできるんだよ、これ。あ、非常に簡単に、はい、そしてですね、はい、ちょっと待って、一応念のために、そう、細くなってるところで切っとけば良くないですか、大丈夫ですか。この、くびれみたいなところで。そうですね、鬼爺がそう言うんで。念のためにですね、ちょっとすごいね、こういうね、簡単にできます。はい、非常に。もうちょっときれいに整えておきましょう。どうかな、ちょっと大丈夫かな。まあ、はい、おお、これきれいにかぶりましたね。大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫ですか、これ切り口で、あの風船割れないようにはい、お気をつけください、はい、ただこれ割れちゃって、
割れてないでしょ。割れてないか、はい、大丈夫でしょ、はい、これでですね、このゴムのテープをですね、はい、巻いていきます。はい、なんかあれ違うな、イメージとちょっと違うんだけど、これね、こうしよう、こうなんだよ、ゆうちゃん。それっぽくなってきました。それっぽくなってきたね、はい、ほら、おお、ほら、頑丈にね、頑丈に、で、切ってきて、はい、おぼつかないな、俺もハギも一応前もって作ってたんですよね。はい、2号機なんです、ね、できました。できました、運気砲です。こんな簡単に、こんな簡単にできるんです。折り紙を折れない、逆光が折れるはずなんですよ。折れるはずなんだけど覚えてないんですよ、久々すぎて。でも説明してくれてるじゃん。あ、いけたいけた。でこれ、はい、あとそうですね、開く、全部パカって開いて、全部開くとでも顔がなくなる顔なしになっちゃう、甘さなっちゃう。これ、あとか言うの。あ、これで1個だけ残しとけば。はい、1個だけ。来ました。何十年ぶりかのやっこさん。最後立たせたら。立つかな。立った、立った。やっこが立った。うるせえ。ちょっと。え？お分かりいただけただろうか。ちょっと。え、怖い。え、何これ。なんか、いいだ、なんかやって。何もやってないよ。これだけ動くんだよ、さっきから、ずっと。ほら。え、すごい、動いてる。おぉ、何これ。生きてる。なんで、え、怖い。びっくりした、動いてるやん。ほら、これだけ動くのよ。あ、動かない。あ、ほら、本当に何もしてないよ。そうですよね、口閉じてますもん。やだ、怖い、やだ。あ、こいつも動いた。怖い。今の振動じゃないですか。今の振動？すごい。口壊すなよ。やらせだと思われるんだろ。すいません。ポチッと。おい、おはぎ、猫隊長だ。俺たちを倒してみろ。おぉ、ぶっ倒してやる。うるせえ、ぶっ〇〇すぐ〇〇じゃないですか。何かだよ、俺じゃないよ。猫、ピー入れる方大変なんですよ。猫隊長が言ってんだから。俺は猫隊長だ。おい、おはぎ、お前の作った空気砲でやっつけてみろ。おぉ、言われた通り、お望みの通り、やっつけてやるよ。なんだその神々なのは。というわけでな、はい、これさっき作ったのちょっとこれ形悪かったから、はい、あのちょっと心もとないんでこれ作ってあったんです、はい、一応前もって、はいはい、これがいいですね。これファンタです。ファンタプレミアムレモン。でもこれが一番いいです。細身でですね、ちょっと硬いんで綺麗な、これが成功です。これが失敗です。はい、猫隊長率いるヤッコ軍団、私の空気を受けてみよう。うわー、うわー、やられたー。でも1体だけですね。まだ1体だ。全員倒さないとダメだ。全員倒さないとダメだ。2発でいきます。あ、全然いかんぞ。どうだ、猫隊長。地味だな。まだ残ってるぞ。すごい。かなり勢いあるね。これは楽しい。猫隊長。
ちゃんと猫隊長。ヤッコ軍団はね。ヤッコ軍団は最後、おい、かかってこい。大地そんなね、やられたんやって目の前で私の空気を受けてみよう。全然効かぬ。でも震えてます。早くしろ。あ、動いた。お前何息かけてんだよ普通に。臭い息をかけるな。臭くないよ。ちゃんと歯磨いてる。お前昨日ニンニク食ったろ、お前。わかります。よし、じゃあ2人で退治するぞ。はい、行きましょう。ダメです。頑張れ。ちょっとみんな壊れてます。そうそう、お前そんな豆腐の倒せれない、これ。重たい。ちょっとハゲコ倒しといて。倒して、やっといて、やっといて。ちょっと待ってよ、二人とも。いつもそれでさ、待って、ちょっと一人にしないで待って。大したことなかったな、私の勝利だ。今からですね、ちょっとコロナ禍に集まってもらった忍者チャンネルのメンバーに、まあ、あのお知らせをしなきゃいけないことがあります。ちょっと突撃をしたいと思います。何でしょう。集まってるね、はい、皆さんに昨年末2024年の、まあ、あの一文字、漢字一文字を書いてもらいました。はい、そしたらですね、まあ、思いもかけずコメント欄で、まあ、欲しいな、いただきたいなみたいな嬉しい意見をいただきましたので、でこれをね見てる人に、お渡しできたらなということで、そういう企画をやったんですけれども、今日集まってもらったのは、2024年の今年、忍者チャンネルの部屋に、このメンバーの中の誰かの色紙1枚、飾るという、まあ、結論になったんですね。飾るってことは、どういうことか分かりますでしょうか。余った。まあ、言葉を選ばずに言うと、余った。一人も希望した人がいなかったってことですよね。まあ、言葉を選ばずに言う。これはやだ、それさ、これこうやって取らなきゃ誰か分からずに終わってたんじゃん。確かに、まあ、そうですね。YouTuber だろう。やだー、怖い。晒していこうぜというやつですか。怖いということで、まあ残念ながら私は今日そのお知らせをしに来ましてですね、まあ残念と言わずに、まあ1年間その色紙をね、まあ見ながら、まあ頑張ってもらえたらなと思って、やっちゃったなっての1年間引きずってそうですね。やだ。しかも1人なんですよね。一人です。またちょっとやですね。一人です。はい、では発表します。2024年売れ残って忍者チャンネル部屋に飾る色紙はこちらです。ドン。おはぎの一枚。いや、ハギ、俺は俺だと思ってたよ。いや、私は私じゃなければいいと思ってました。そういう考えがダメなんだよ。良くないですね。だってこれもう運とか書いてて運ないやんって感じじゃないですか。最初は分かんなかったの。あれ俺かなとか。これはもう絶対自分だと思いました、正直。鬼でこれ全カットできないですか。全無理だよ。ちょっとはもう恥ずかしい、もう無理。あ、恥ずかしい、映りたくない。ごめんなさい。モザイクをします。うんってのが不倫になってたのかな、もしかして。全カットや。こんな美味しいのに全部生かしますよ。もう一年中こすりまくろ、これも。ってうんと書いといて、本当。ジングルで使う。いやー、ちょっと似ちゃった。恥ずかしい。恥ずかしい。お願いします。そうじゃん、ハギのとこだけチャ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 って、これ裏側入ってくれるしやから1年間何あれってなる。恥ずかしい。ちょっとこれ本当恥ずかしいですね。もう私も結構迷ったんですよ。まあこんなね、恥ずかしめ合わせる必要もあるのかなと思ったんですけど、やっぱおもろいなと思って。まあちょっと、まあおもろいと言っていただければいいわ。絶対俺と思ってたでしょ。
であればいいなと思って。クロさん、それひどいな。最悪。あ、よかった。その考えがこの結果をね、もたらしたと言っても過言ではない。まあ、この、反応でね、ちょっとまあ、どれだけね、真実を伝えるかっていうふうに思ってたんですけども、あんまりね、ちょっと今の言動もみんなからもね、引くぐらいの、なんかあんまりよろしくないね、反応だったんで、まあ、もう一つエピソードトークを言いますですね。まあ、当然、応募してくださった方も、被ったらどうするんだろうなとか、まあ、ちょっと気になってたと思うんですよ。で、まあ、実際被ったら私も、まあ、さらに抽選をして、で、それで、漏れた人に、まあ、空き枠をおすすめするっていう。大事なことで、まあ、そういうようなことも したんですが。したんですね、それも。まあ、辞退という。まあ、ということでね、はい、今年も一年、面白く頑張っていただきたいと思いますのでね、はい、おはぎさん、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りましょう、今年も。頑張ります。もうさらに募集とか言うとね、もうこんなもうね、もうね、なんかもう泥まみれなんで、もうこれはもう大事に飾りますんでね。はい。ということで、皆さん、引き続き、忍者チャンネルお楽しみください。はい。はい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。応募ありがとう。よかった、残らなくて。助かった、ありがとう。我々の仲間になりたければチャンネル登録をするのだ。グッドボタンもお願いします。やめろやめろ、お待ちしてる。ゆいちゃんやめろ。お前誰にやってんだよ。お前これ結構感じてる。結構感じてる。これすごいじゃん。すごいすごい、めっちゃくれ。あ、破れたやりすぎ注意。忍者チャンネル。